はい、ガイス。はい、ケータもはい、ガイス。よし。昨日ですよ、はい。動画撮りましたね。ココとエルの。で、彼がですよ。はい。なんて言いました、あなた。カメラに向かって言ってください。態度を感じます。ですよ。態度を感じますですよ。でですね、今ね、ちょうどね、2頭がね、ハンドジャグリングをしてるわけですよ。お腹がなかなか見やすいわけですよ。なんで、ちょっと4人で、ちょっとだけ見よう。はい。ちょっとだけ見よう。うん。ケータも見ようぜ、一緒に。そうだね。うん。ケータ、首ないやん、もう。300キロ超えてるやろ、これは。いますよ。左側が L で、右側がココで、上がコエル。はい、お腹はこうです。ちなみに帯同機能どんな感じで感じ取った？どんな感じ？トーントーンって感じ、それともドドドドドドドって感じ？ドドドドドドトゥン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 みたいな、トゥン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 、はい、はい、一定のリズム、一定のリズム感な感じですかね。ああ、そうなんだ、ね、なるほど。どうですかね。ちなみに朝触った？触りました。どうやった？なんかココの体がプル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 ってちょっとようわからなかった。ああ、そうかそうか。シチュエーションが違うとターンオーバーもちょっと、うん、ね、難しいですね。ヤブさんのトレーニングの後、午後のトレーニング入らせていただいたんですけど、うん、ああ、昨日ね。そう、一切感じなかった。一切感じなかったって。でもまあ、赤ちゃんはね、そのいつもトントンしてくるわけじゃないからね。ちなみに、あの、コエルがエルのお腹の中に入ったときは、うんうんうん、あの、トゥーって感じだった。そんな感じだった。そう、トゥーって。あの、金魚すくいでさ、うんうん、この金魚をさ、すくうやん。そしたら金魚が水中から陸上に上がったら、なるやんか。で、そのピチピチの振動ってさ、このやっぱりネットを伝わって自分の手にこうプルプルプルって振動くるやんか。あんな感じ。あんな感じ。そう。すごい例えですね。そう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 。わかりやすそう。たたたた態度やんってなった。一定のリズムはね、あの心臓のあの動きのパターンがあるから難しいんだけど。入ってくれっていう思いが。強く出たよね。でもね、迫力あるよ、お腹。すごいですね。ありますよね。うん、生まれるとしたら来月ですよ。来月。あっという間ですね。そう。で、ここは、あの洞窟の中入りますからね。ハヤト産んだ時は、こっちの洞窟の、あの、入り口ぐらいで。産んでましたね。子育て経験あり。子育て経験ありですよ。じゃあ一体どうなるのか。L はね、どうなるかな。ただのデブの感じが出てきてるかな。前回もそんなこと言ってましたけどね。ただのデブかもしれんけど。まだね、革新的なのは L はないんだよね。ただ体重はね、あのだいぶある。ありますね。うん、L 史上最大。一回子供を産むと、ね、体重乗りやすいって言うからな。コエルも、ちっちゃい子供が生まれたらどんな反応するかよね。確かに。なあ。あ、もうこのままですから。生まれてもこのままですね。ケータだけちょっと、あの、隔離はしますけども。で、生まれて、10日かな。1週間から10日ぐらいで、ケータとメスたちを一緒にします。一緒にします。まあ、L 次第ですよね。多分ココの方が早く産むんよ。なんで、そうなったらまた来年もお腹に赤ちゃんが嫌です。いいですね、本当に。動かんね。いや、動いたらええなと思いながら撮ってみるけど。まあ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 、来月はちょっと楽しみにしましょう。楽しみ。それで5月の15日を楽しみにしましょう。体重測定。
100キロ行ってたらもうすごい完璧やな。はいはい、うん、はい、ということでございました。突然呼び出して すいませんでした、はい、それでは本日のナンバーズいきます。0から30の数字を、じゃあヤブさんお願いします。ヤブさん、じゃあ皆さんいいですか、今から0から30の数字をヤブが一つ言うので、皆さんは何という数字をヤブが言うのか当ててみてください。はい、はい、それでは本日のナンバーズをお願いします。1です。当たった人は高評価、外れた人は低評価、お願いします。それでは皆さん、ジャーライオン、ジャーライオン。